はい、こんにちは。数学担当の小山です。今日は共通テストについて少しね、お話ししていきましょうか。共通テストの基本の基、丸1。もうね、共通テストは問題量がすごい多いんですよ。問題と言ってもいいし、文章と言ってもいいんですけどね。まあ実際何年かね、実際に共通テストが出てくると、それでだんだんマイルドになってきたりだとか、まあだんだん逆に難しくなることもあるかもしれませんが、それでどんな感じになるかっていうの、まあ分かってきたりもしますけど、まあそれでも現状ある問題を見ても、まあやっぱりね、結構しんどい。過去のセンター試験と比べても大変な内容になっていると言えるでしょう。だからこそあんまり考えてる時間がないんだよね。アウトプットのスピードを上げてほしい。素早く頭から出せるように。それがね、めちゃくちゃ大事になる。アウトプットのスピードを上げる。だからもうある程度基本的な内容っていうのを考えずに出せるようにしないといけない。例えばさ、朝起きたら洗面所に行って顔を洗うとかさ、歯磨くとかさ、自然とするでしょ。外から帰ってきたらさ、洗面所に行って手洗うとか、うがいするとか、自然とするよね。そこはあんまり考えてないよね。考えずにできることじゃない。日常生活でもこう習慣化していて考えずにできることっていうのがあると思うんですよ。それと同じで、こうすごい当たり前な内容、二次関数の最大最小だったらもう平方完成しておく、軸の位置で倍分けするとかさ、もうそういうとてもよくやることっていうのを素早く頭から出せるように、考えずに出せるように、アウトプットのスピードを上げるためにね、習熟度を上げていく。各テーマ、各分野ごとの習熟度を上げていくっていうのがとてもとても大事になる。ね。それは結局演習量とかによってしまうから、だから、二次の対策がいる人でも共通テストの対策は、舐めないでほしいなと思います。二次の対策してれば共通テストできるようになるか、ある程度はできるようになるけど、だからといって共通テストの過去問とかセンターの過去問とか解かなくていい理由にはならない。毎年ね、すごいすごい準備してもそれでも泣いてる人がいる共通テスト、センター試験なんだよ。だからもうアウトプットのスピードを上げるために、しっかりしっかり対策するために多くの問題解かないとな。で、できれば分野ごとね、テーマごとね、解くっていうのが大事なんで、その各分野、各テーマごと解いて、解くスピード、アウトプットのスピードを上げていくっていうのを、ぜひね、意識してほしいなと思います。